お、釣れました。おお、今度もでかい。これもね、トラウト級だよ。これはなんだろう。おお、なかなか買ってこない。春になりました、早春のね、上野原島田湖の方に、釣りにやってまいりました。今日はね、非常に天気が良くてポカポカ陽気、気温はね19度20度ぐらいまでね上がるっていうことで、本当にいい天気です、ね、いやー、すっかり春になってきました ね、 ね、今日はね、まだね、ニジマスの放流前ということなんですけれども、ここでね、ちょっとね、春の釣り、及川ね、早でも釣ってみようと思います。さあ、じゃあね、頑張っていきましょう。はい、今年もね、年券買いました。もう年券でね、今年も1年間ね、楽しませてもらおうと思います。はい、今日のね、水温はどのぐらいかね、測ってみましょう。水温ですが、よいしょ、水温は12度ですね。結構暖かくなってきましたね。今日のね、餌なんですけど、今日は、まあ、ベニサシでねやってみようと思います。ただね、ベニサシにね、海釣りで余ったようなアミノ酸アルファ、こちらの方でちょっと配合してやってみようと思います。で、一応ね、マスとかね釣れるかもっていうんでね、ブドウムシのも持ってきたんですが、まあ、まずはね、ベニサシで及川狙いというところでやってみようと思います。はい、今日のタックルですけどね、今日のタックルは、島田湖といえばね、私はこいつなんですけども、ファインモード流れ、高調630ツーウェイですね。こちらの方でね、及川からちょっと大きなね、ハヤやマスまで大丈夫なんで、こいつで狙っていこうと思います。はい、それではね、今春一発目、頑張っていきましょう。はい、実況スタート、それ。お、行き足一発目から釣りました。なんでしょう。さあ、おーっと、釣りました。さあ、よいしょ、よいしょ。はい、一発目からね、及川ですね。及川が釣れました。やったね。さあ、一投目からね、釣れたからね、今日はなんかね、天気もいいし、調子がいいよ。さあ、頑張っていこう。それ。はい、釣れました。なんでしょう。あ、こいつはモロコですね。こいつはね、リリースしましょう。モロコです。及川が釣れました。及川です。本当に、いやー、河原はね、すっかりね、春ですね。まだね、桜は咲いてないんですけどね、 いろんなところにね、春の息吹をね、感じることができますね。おい、釣れました。なんでしょう。おー、結構引くよ。よし、よし、よし、おい、おお、結構両方だね、これはね。おお、なんでしょう。おお、よし、せーの、それ。
よいしょ。あ、ニジマスです。ニジマスが釣れました。トラウトが釣れました。やりました。放流前なのにね、釣れました。やったね。はい、トラウトがね、ちょっとね、予想外に釣れたんでね、ちょっとブドウムシ、これをねつけて釣ってみようと思います。さあ釣れるかどうか。針はね、追い川用のね針なんですけどね、ブドウムシつけてちょっとやってみようと思います。お昼回ってきたらね、風がね出てきましたね。いやー、まあ、そんなに強いってわけじゃないんですけどね、ちょっと釣りづらくなってきました。お、釣れました。おー、今度もでかい。これもね、トラウト級だよ。これはなんだろう。おー、なかなか買ってこない。よし、あ、なんだこりゃ。こいつ、おー、これはウグイじゃないな、ニゴイだな。なんだよな、ニゴイくんだよな。よし、よし、ダメだ。ちょっと網で救うかね。よし、よし、ああ、やっぱニゴイだね。これニゴイだね。いやー、ニゴイでした。ニゴイくんにはね、リリースしましょう。ニゴイくん、さようなら。ね、放流前にね、ブドウムシ使うと濁いが釣れるっていうのが分かったんでね、赤刺しに変えます。赤刺しで追いか狙います。お、なんかね、ちびっこいあたりが出てますね。なんだろう。よし、釣れ。お、なんだこれ。おー、こいつはワカサギちゃんですね。ワカサギが釣れました。やったね。はい、今日のね釣り飯なんですけどもね、今日の釣り飯はね、いつものように菓子パンです。今日はね、チョコクリームパンと、チーズクリームパンと、あとね、粗挽きチリソーセージ、そしてね、ウェイダインゼリーね、いつものやつ10秒チャージ。今日はエネルギーとマルチビタミンです。いやー、こうやってね、のんびり釣りをしながらね、昼飯食うっていうのもいいよね。いただきましょう。うん、うまい。はい、釣れました。なんでしょう。おー、あ、オイカーですかね。よいしょ。オイカーです。はい、オイカーが釣れました。やったね。いやー、のどかですな、春ですな。はい、釣れました。なんでしょう。おー、ちょっと引くよ。こんな、なんだろう、及川の引きとはちょっと違う感じもするけど、さあ抜いてみましょう。せーの、よし、よし。あ、ヤマメですね。ヤマメですね。綺麗なヤマメが釣れました。放流ヤマメですね。やったね、やりました。はい、用事をね回りまして、夕末めのね、時間帯になってまいりました。さあね、頑張っていきましょう。夕末め、はい、行きました。さあ、よし、あんまちっちゃいね。さあ、よし、はい、はい、あ、ホイカーですね。ホイカーでした。天ぷらサイズ。
あ、ハヤですね。ハヤが釣れました。ハヤでした。はい、釣れました。ちょっと近場で、ね、釣れなかったから、沖の方にね、やってみたら釣れましたね。さあ、なんでしょう。よし、ほいはい、これはね、及川ですね。及川釣れました。ちょっと沖の方で釣れたね。夕末目に、ね、なってきてね、いいチャンスになってきたようです。さあ、日がね、沈みました。今日はね、風も強くなってき、ましたんで、この辺で農家にしようと思います。またマス釣りに行きたいと思います。はい、今日の釣果ですが、今日の釣果はトラウトが2匹、及川が6匹、ハヤが1匹、そしてワカサギが1匹でございます。この他にもね、ニゴイが釣れたんですけれども、ニゴイはね、リリースしてきました。その他にね、ちょっと小さいのがね、いくつか釣れたんですが、それもリリースしてきました。はい、トラウトですが、こちらはね、ヤマメですね。ヤマメ、こちらの方がね、こう逃げて流れてきたと。放流ヤマメが、湖の方まで逃げてきたというような感じのものですね。パールマークがね、まだうっすらと見えてる、綺麗な、ヤマメです。はい、今日はですね、この、トラウト類2匹は塩焼きに、そしてね、残りは天ぷらにしようと思います。はい、まずはね、塩を振りまして、ぬめり取りと鱗取りを行います、ね。トラウト類は特にね、ぬめりが多いんで、しっかりと、落としておきますね。これもね、しっかりと落とします。で、あとちょっとやります。で、及川とね、ハヤの方はね、鱗をね、軽くこう落としていくというのを兼ねながらぬめりを取っていくというところです。はい、ぬめりとね、鱗を落としましたらば、流水で、きれいに流していきます。はい、ではね、及川をさばいていきます。及川のね、天ぷらは何回もね、やってるんでね、背開きにして、それで、いわゆるね、骨取ってっていう形にして、天ぷらにするというところです。トラウト、ヤマメなんですけどね、塩焼きなんですけど、まだね、内臓を取っていきましょう。腹を裂いて、カッ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 と、はい、エラもね、取り除きましょう。はい、そうしましたらね、軽く塩を塗ります。あんまりね、しょっぱくしちゃうとね、いけないからね、軽くで。それで、飾り地をね、ヒレのところに隊長からね、教えてもらったこの飾り地を、これはね、きれいにやっていこうと思います。はい、あとはね、魚焼き器で焼いていくだけです。はい、
ね、天ぷらのネタ用におろしました、及川と隼人ワカサギくんです。じゃあこれをね、天ぷらにしていきましょう。はい、ヤマメの塩焼きと及川の天ぷらの完成です。いやー、うまそうにできましたね。それではね、早速いただいてみましょう。まずはね、このね、ヤマメの方からいただいてみましょう。じゃあね、背中の美味しいところ、あ、美味しい。やっぱヤマメは美味しい。あ、もう一口。あ、もう釣りたてのホクホク感でもうたまりませんね。いやー、美味しいです。さすがトラウト類、美味しいですね、塩焼き。それではね、続きましてね、及川の天ぷらいただいてみましょう。今日はね、天つゆでこうね、大根おろし、これをねペッペッペッと入れまして、こちらでいただいてみましょう。はい、ね、及川のね、美味しそうなところ、これね、いただきます。はい、いただきます。あ、うまっ。あ、これは美味しい。やっぱ及川の天ぷら最高ですね。でね、なんかね、釣れちゃった、ワカサギくんをいただきます。あ、ワカサギはね、文句なしですね、美味しいです。さあ、それじゃあね、いやー、今シーズン初めてのね、島田湖ということで、いや、楽しかったですね。いや、でも花粉が辛くてね、花粉症の私としては大変だったんですけども、ちょっと鼻声気味で、食べてます。それではね、いただきます。あー美味しい。はい、今日はね、トラウトシーズン開幕ということで、山梨県は島田湖の方に、釣りに行ってきました。及川狙いだったんですけどね、ヤマメが釣れてとっても楽しい一日でした。さあ、これからね、ニジマスシーズンにも入ってまいりますんで、またね、島田湖の方で今年の春、楽しんでいこうと思います。それでは次回お会いする時まで、さようなら、ごきげんよう。